司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書を書いておくべき方の一人として、その認知をしていない子供がいるときに認知をしたい場合に遺言書を書くべきだと思われます。認知をしていない子供がいる場合、認知をしないと相続人にはなれません。で、認知っていうのは、遺言書以外にも生前に生きているときに認知しますということで、すれば認知できるんですけれども、なかなか今の現在の家庭、家族関係とかがあると思うので、なかなか認知ができないという方は多いと思われます。で、ただやっぱり万が一の時にはその、子供も自分の子であるから認知してちゃんと財産を分けたいと思われている方も多いでしょう。そういう場合には遺言書に認知をすると書いておけば認知の効果が出ますので、それで相続人として財産を分けれるということになります。そのようなケースには遺言書が有効に活用されると思います。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。